立命館中学校、高等学校は、京都府長岡教師長子一丁目一の一にある私立、中学校、高等学校。学校法人立命館の小中高一貫教育の中心となる学校である。学園内部では、立校、本校などと呼ばれている。前身は、1905年9月10日に中川小十郎によって創設された、私立聖和普通学校。 1988年に京都市北区の北大路キャンパスから深草キャンパスに移転するとともに男女教学化された。北大路キャンパスの跡地には2006年に立命館小学校が開校している。2013年9月に深草キャンパスから2012年3月まで大阪成形大学長岡教キャンパスがあった場所に移転予定であったが、 移転先の土壌から基準値を超える鉛とヒ素が検出されたため、一年後期が延長され、2014年9月1日の移転となった。新キャンパスの名称は長岡京キャンパス。深草キャンパスの跡地は京都市に売却され、2016年4月に京都市立伏見工業高等学校と京都市立洛陽工業高等学校を統合。 移転して新設された京都市立京都工学院高等学校が開校した。2002年には文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールに指定。2005年9月に創立100周年を迎えた。不覚さえ移転する前の男子校時代から、校風は自由活発で、校則は事実上ないに等しかった。立命館見学の精神が自由と精神であるためこれを誇りにしている教員も、 多く存在し、制服などは特に定められていないなど他校と比べれば自由度は高い。また一時は廃止となった。修学旅行も生徒側の要望で復活した。現在も毎年生徒自らが企画し、行き先、日程、旅費などを話し合いで行われている。現在は MSC、MS SSC、GL、コアコースの4つのコースがある。高校には制服は設定されていないが、 中学においては、男子、女子ともに制服が設定されている。携帯電話の使用法や、文化祭、修学旅行での制約等、自由度は、高校のそれにおとり管理教育的な性格の強い、学年もある。2014年9月から2014年8月まで、ここでは中学校、高等学校療法の出身者を挙げている経済、編集放送、政治、編集研究、 編集アナウンサー、編集芸能、文化、編集スポーツ、編集、ありがとうございます。